一応僕初対面なんで、はい、お兄さんの初恋の相手知ってるはずないですよね、はい、ですよね、はい、初恋の相手が沖さんだって絶対知らないです。やば、怖、何これ。考えていることを当てちゃうマジック、その名も、はい、ブレインダイブ2文字、はい、今お声掛けしたばっかりなんで僕は絶対お姉さんの名前がアミさんだって知らないですよ。マジで。ここからは本編未公開、トランプを使ったブレインダイブ、はい、普通のトランプかどうか一応確認していただきまして、いや普通のトランプです、はい、カード全部バラバラでございます、はい、では、はい、森本さんに1枚カードを選んでいただいて、それを私がブレインダイブでまずは当たるかどうか、はい、ちょっとやってみたいと思いますね、はい、ではお好きなタイミングでこう弾いてまいりますので、はい、ストップと、はい、ゆっくりこう弾きます、はい、ストップ、ここでいいですか、はい、では、ご自身だけでカードをちらっと見ていただいて、村重さんと木村さんには見せないでください、うん、ご自身だけでカードを見てください、はい、見ました、ご覧になりました、はい、ではトランプそのままお渡ししますので、はい、ご自身で好きなところを入れていただきまして、はい、で念のためによく混ぜてください、わかりました、はい、見ないようにしておきますね、じゃあ入れます、はい、混ぜる、はい、もうどこにあるか分かんないようにしてください。ここまでは普通のマジックだと思いますが、ここからでございます、はいはい、森本が選んだトランプを村重に当てさせるという、はいはいはい、直感で構いません、1枚ですね、タッチしてください、どれでも結構、本当に直感ですか、はい、いいんですか、なんかそう合図とかないんですか、大丈夫ですこれだよっていうのないんですか、一応森本さんの方を見ていただいて、うん、目を見ていただいて、はい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 、その方がいいかもしれないですね、俺が伝えればいいってことですか、頭の中で一応送っていただいて、うん、口には出さずに、はい、で村重さんを選ぶんですか、そうです、ちょっとそれチャレンジ、ちゃんと伝えてくださいね、もちろん頭の中で目を見ていただいて、森本さんね、伝えてるっすよ、はいはいはい、はい、では OK です、直感で1枚タッチしてください、どれでも、じゃあこれで、これでいいですか、はい、はい、ではちょっと手を出していただいて、ごめんなさい、持っといていただいて、うん、彼女が持ってるカードが選んだカードだったら大成功でございます、はい、ではまずお選びになったカード何でした、ハートの2です、開けていただいて、え、ああ村重が選んだカードはハートの2ではなくスペードのクイーン、ね、僕のちょっと言い方が悪かったかもしれないんですが、彼女が持ってるのが選んだカードだったら不思議ですよねって僕言いましたよね、僕が言ってるのは村重さんのことじゃなくて、村重さんが持ってるのクイーンじゃないですか、クイーン何か持ってません、うわ、待ってよく見てこれ、これってトランプ的にありえるんですか、ハートの2をスペードのクイーンが持っている、もちろん他のクイーンは持ってませんから、おお本当だ、ジャックも持ってないですし、こちらのクイーンも誰も持ってないです、てか先生気まずい雰囲気にするのうまそうちょっと引いてるよね引くっすねこれすご、放送ではストーンズ森本の秘密を当てちゃう、すげーっす、当たってる、ワールド極限ミステリー20日専用夜7時、これがブレインダイブです、ときめく時を TBS